Beyond the Radio 30th Anniversary 77.8 ZIP FM。 おはようございます。11月18日土曜日、時刻は朝7時を回りました。 ZIP FM 77.8 アミゴモーニング、ナビゲーターの夏川亜美です。皆さん、どんな週末の朝をお過ごしでしょうか。ZIP FM をお聞きの皆さん、初めましての方がほとんどだと思いますので、まずはこの番組を楽しんでいただけるように私の自己紹介をさせていただきます。私は今、名古屋大須を拠点に活動するご当地アイドルグループ OSU のキャプテンをしています。17歳の時から活動をスタートし、現在24歳です。私のチャームポイントは、笑った時にできるエクボと148センチしかないこの身長です。他の人よりちょっと小さいんですよね。まあ、そして特技は囲碁と書道です。日本文化が好きなんですよ。囲碁はやり始めると、なんと奥が深くてですね、どんどんハマっちゃって、ちなみに今は初段を目指しているところです。いや、土曜日の朝、大好きなほうじ茶を飲みながら囲碁を打つなんて最高な朝なんでしょうか。こんな感じで人よりちょっと渋めな性格をしておりますが、お仕事の方もお休みの方も穏やかな朝を一緒に過ごしませんか。夏川亜美がナビゲートするアミーゴモーニング、早速メッセージが届いているので紹介していきたいと思います。知立市にお住まいの渋谷聡太さん。私がついやってしまうことは、新幹線や映画館などの長時間椅子に座るところで靴を脱いでしまうことです。そんな履いている時間が長くもないのに、結構蒸れやすく、座ることがあるとすぐに脱いでしまいますと。私もこれめちゃめちゃあるあるで、私も同じなんですよね。よく靴脱いじゃいますね。で、一応その時に、人口数によって匂いが迷惑をかけるかもと思い、全脱ぎではなくかかとだけ出すスタイルをしていますとのことで、これ私めちゃめちゃいい情報聞いたと思って、私も靴脱ぐタイプなんですけど、やっぱちょっと周りを気にするじゃないですか。でも脱ぎたいっていう葛藤がある時に、これいい情報いただきました。かかとだけ出すスタイル、今後私も使っていきたいと思います。メッセージありがとうございました。さて、まだまだあなたからのメッセージを募集しています。 ZIP FM のウェブサイト、メッセージから送ってくださいね。 Number one hit music station ZIP FM QV 30th anniversary Beyond the radio It's my number one ZIP FM ZIP FMZIP FM 77.8 アミーゴモーニング、ナビゲーターの夏川亜美です。最近毎朝出かける前のルーティンがありまして、それはですね、甥っ子に挨拶することなんですよ。私は姉の家族が近くに住んでいて、もうすぐ2歳になる甥っ子が最近言葉を発するようになったんですよ。例えばはっきり話せなくても、まあ、アンパンマンが好きなんですけど、アンパンマンのことをアパって言ったりとか、まあ、パパのことをパパって言ったりとか、そのなんか語尾上げるのがまた可愛くてですね。で、まあ、それを聞いて私は欲が芽生え始めまして、私もアミちゃんと呼んでほしいと思ったんですよ。で、ちょうど思っていた時に、アミちゃんと甥っ子が言ってる動画が送られてきたんですよ。まあ、ただですね、私自身に言っているのではなくて T シャツに言っていたんですね。これどういうことかというと、私の姉が私のイラストが描かれた T シャツを着ていて、これがアミちゃんだよって教えてくれていたんですね。で、そのイラストのアミちゃんがこう両手をほっぺに当てている姿をしていまして、で、それを見て甥っ子も真似して両手をほっぺに当ててアミちゃんって言っている姿がめちゃめちゃ可愛かったんですけど、やっぱ私に向かって言ってほしいなと、さらに欲が芽生えましたね。で、そこから T シャツのイラストがアミちゃんであるという認識をさせたので、 T シャツと私自身が同一人物だというのを甥っ子に教え込んだんですよ。で、その結果ついに私のことを、この人誰と言ったら、甥っ子が両手にほっぺを当ててアミちゃんって言ってくれたんですよ。もう本当に嬉しくてですね、まあ、ただその日以降、私のことをアミちゃんと一度も呼んでくれたことはないんですけどね。
まあそんな風に子どもの笑顔が毎日見られるって本当に幸せだなと思います。 30th anniversary Beyond the Radio Number one radio station Number one radio station 77.8 ZIP FM FM77.8 アミーゴモーニング、夏川亜美がナビゲートしてきましたが、そろそろお別れの時間となってしまいました。いや初めての放送で少し緊張はしたんですけれども、だんだん楽しくなってきて、もっと喋りたいなと思いましたが、お別れの時間でございます。普段お仕事や学校を頑張っているあなたがちょっと憂鬱だな、疲れたなと思った時に癒しを与えられるような存在になりたいです。アミーゴモーニングで穏やかな朝を一緒に過ごしていきましょう。ということで、ジップ FM アミーゴモーニング、次回もお楽しみに。ナビゲーターは夏川亜美でした。バイバーイ。 30th anniversary